び越えて入ったからマフラーがバンって当たっちゃって、マフラーの上にこうやってトランクのとこにくっついたまま俺らずっと走ってたよ。トランク見ました。いや俺の話せえや。朝早いっすね。そうですね。この二人はお笑い芸人のポップライン、芸能界最速ランナーを目指すマラソン芸人と帰国子女の異色コンビである。携帯のルーレットアプリで次の目的地が指定される。23区それぞれに目的地となるランドマークが設定されており、現在地から近い区が出た場合は距離も短く比較的負担は少ないが、遠い区が出た場合は距離も長く大変厳しい状況となる。ルーレットに一つだけ空欄があり、例えば相方にダイソーさせるなど毎日変更可能な特別ルールを入れることができる。走破中他のランドマークの前を通り過ぎてももちろんノーカウント。1キロ6分のペースで走破すること、間に合わなければ休憩はない。逆に制限時間内にゴールすれば相方に思い切りケツバットできる。ケツバットするとポイントがたまり、5ポイントで30分間バイクで移動できるブーストシステムが発動する。時間は毎日日の入りまで、全走破するかメンタルが折れるまで何日でも続く。全走破を達成すればその日数に応じて豪華賞品が萩原に渡されるらしい。当たり前だが交通ルールは必ず守ること。なおこのルールは竹本の独断でいつでも変更可能である。すべては萩原のメンタルを鍛えるため。世田谷から、まあ、ちょっと進みまして北上して今この辺ですよ。そうですね。でこっから葛飾区の寅さん記念館向かうわけですね。やっちゃったな。チョイスなんですけれども、うん、買います、そうだごめん忘れてた。チョイスチョイスでいきます。チョイスのままで。この後一番重要になってくるからね、うん、減ってきてるから、うん、出る確率も減ってきてるから、つべこべ言わずに。あー眠いな。アップ終わってんすよね、うん、葛飾区、うんうん、寅さん記念館まで、うんうん、レッツストップ。ブーストを使います。繰り越しがあるかと思ったら、はい、ないです。使わないと減らないっていう、そう随時ルールは決めてきますから。そうなんですよ。マジっすか。はい、じゃあ30分。30分。あ嬉しい嬉しいやつ。でもうぶっ飛ばしていけるんじゃないですか。いける。余裕じゃないですか。じゃあ次葛飾区、はい、寅さん記念館まで、はい、レッツバイキング。バイキングブンブン。レッツバイキングブンブン。行きます。確かに走破だからさ、走るのはね大前提ですよ。分かってますよ僕だって。ただね、なんていうの、ボーナスチャンスあるんだったらね、使わせていただきますよ。それも一つの宣伝なんで。足が冷えちゃうとね。混んでるな、やっぱり出勤だから。徐行で安全運転。徐行は別にいいですしなくて、遅い自転車様とほぼ同じ速度で行かせていただきます。はい、全然進んでなくない？なんか迷ってます。初めて来る道だからさ、ちょっと迷うよね。迷うなよ。どこ連れて行こうとしてんの。これナビがなんか止まったんだよ。ここら辺分かりませんってナビ。これ信号多くない？なんか重いね、やっぱ東京だね。好きな道行けばいいでしょ。なんでこのコンビニ入ってきたの。ナビが回っちゃってるから。飛行機モードしてたんで今。多いんだよな。おら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 、まあ、ベテランだから。ベテラン便に。ベテランだよ。わあ。左にチャリ来てんだよ。左にチャリが。左に来てんのよ。なんだ。あれチャリ
言われてんじゃねえかよ。来た？もう葛飾じゃない？ざっくり青だって。青です。あら、なんで気づかん？早いな反応じゃない、結構経ってた。反応速度がやっぱ速いですね。何タイマー終わるわ、もうタイマーが残り、はいはい終了、降りるわよ、降りるわ降りるわ降りるわ。え？全然ねえや。え？ちょっと全然ねえや。マジで。うりえ。人変わった。降りる。あ、バイク、バイク降りたら凶暴になる。反対の人いるんだ。じゃねえよ。どこだよ。もう虎さん記念館近いんじゃない？あ、なんか看板あるよそこに。見て。どこ？ここ。俺もよく分かってないよどこか。どこ？いや、お茶の水駅じゃん。ここから虎さん記念館まで14キロ。微妙にあるんだな。まあまあ、いや、ありがたかったな。ありがたかった。まあまあ、一応ブーブー後ろで言いやがって、マジでよ。そう、なんかすごいな、人変わるね。マジで一回またがってみて、またがって一回。どうした？嘘。おい、14キロ。トラさん記念館に着くんじゃなかったんですか？じゃあ、そこない。葛飾くん。はい。トラさん記念館まで。はい。レッツ。ランニング。ランニング。はい。行ってこいよ。なんだ。すごいよ。バイク降りると人変わる。すごいよ。じゃねえよ。そうなんだけど。信号問題。信号問題か。遅いね。信号めっちゃ多い。めちゃめちゃ多い。キロ6分10秒くらい。あ、でも全然いけんじゃん。まあでも、どっかで縮めればいいだけでしょ、カルト1分。まあね。でも、5分くらい走ればいい。10秒のロスで7キロ来てるから、ってことは1分10秒のロスがあるんだけど、1分10秒先にいるみたいな感じだよ、敵が。そいつを抜かないと。あとちなみに7分です。お、あと行っても7分を 1.6 キロ。あ、行けるかもね。
ここ、ここ、ここ、ここ。おー、すげえ。30秒前。さあ、1本目でね、この疲れはやばいね。最後ね、結構本当に間に合うと思って、3分40秒ぐらいで多分、走ってました。53分半で。はい、見事、ゴール。ゴール。ブーストおめでとうございます。おめでとうございます。強く叩きすぎてぶっ壊そうなんですけど、優しめにやってくださいよ。ね、お願いしますよ。はい。じゃあ、ブースト、記念すべき。はい。1個目ですか ?1 個目ですね。お願いします。お願いします。いきます。はい、お願いします。取れた。壊れた。ブーン。ブーン。あんた、やぶなこと言っちゃダメだ。トロソンだよ。俺、トロソンだよ。ギリギリのとこまで来たよ。荒川北板橋。を狙う。狙う。残ってるよね。ルーレットタイム!じゃあ行きますよ。はい。ルーレット、スタート!マジでマジで、マジで、マジで、スムーズ行こう。今日スムーズに行こう。うおー!荒川区!おー!めっちゃ一番いいんじゃない?夕焼けどんどん。12キロね、じゃあ。設定12キロ。12! ってことは、72分、制限時間。おほ。なんかケース早くなってた。はい、もう6分ですからね。じゃあ、はい、トラザン記念館から荒川区の夕焼け段々まで。はい。レッツランニング!いってらっしゃい!行ってきます!はい。こっち、あっちかな?あっちかな?トロさんだい。この先そっちは人行っちゃダメだい。歩行者は通行できません。こっちだい。こっちですね。ちょ、行ってきます。72分 ?72 分かい ?72 分だい。ああ、そうかいそうかい。やばい。もう行っちゃいけねえよ。ランボルギーニに負けてんじゃん。当たり前だろ。なんでランボルに勝てないのよ。あれ電車止まってる。本当だ。あでもあれなんか線路ない。じゃこっち注目して。ああ。でも電車全然電車だってね。あっちでもレア感あるもんね。あっちの方が。何映してんの。いいよ別に。いや鉄オタ見ますよ。鉄オタね確かに。あ？鉄オタが。今日なんかでもあんま早く感じないけどな、なんか緩く走ってる感じする。そういうことなんだ。まあね、行く人々にいい足してんね、ちゃんとやってんねって言われてたもんね。練習全然してないのに。車でドイツまで行ったんすか。ヨーロッパ結構行けるからね。おーし、どんどん出てくるな。ドイツに行こうとか車でピクリックカントラゴー一回だから、親父がコンビニみたいなのに入ってさ、うん、ダンスあるじゃん、うん、なんかそう、飛び越えて入ったから、マフラーがパンって当たっちゃって、うん、マフラーが上にこうやって、うん、トランクルとかさ、ついたまま俺らと戦ってたよ。トランクルとかさ、いや、俺の話せえや。俺の話しなさいよ。青だよ、早く。それの YouTube やりましょうよ。Thank you.
疲れてねえな。時間余裕だね、今回。余裕ですね。ゴールここにしましょう。ゴールここです。これから噂で湯がけなんだ。はい、湯がけダンダンダンとワークアウト。余裕だな。何分ですか？69分21秒。だから、まあ、3分近く巻いたって感じですか。そうですね。お願いします。いただきます。いや、もう叩いてるから、叩いてるから、叩いちゃってるから、気をつけます。さあ、もうたっぷり遊べますけど。そうですね、飯食いましょう。初めてですか？初めてです。よかったですね。めちゃめちゃ初めてです。柔らか銀座。日暮里は？日暮里、僕、あのサルサダンスで何回か来させていただいたことあるんで。北板橋、豊島チョイス。おう。北板橋、豊島チョイスです。これ、手積んでます。ルーレットだ。ルーレット。はい。スタート。北板橋、どこ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 ？新宿区。新宿。あれ？ちょっとね、この流れで。Google Map先生で。9.6 キロ。ギリギリ。ってことは、計算上9キロにしましょうか。うん。はい、いいでしょ。新宿区途中まで。はい、レッツランニング。いってらっしゃい。はい。え、どうぞ。はい。間に合ってないんだ。あれ？何分足りてないよ。56分56分。ってことは？ちょっと迷ってたらしてやっぱ下の方行ったの。間に合ったとしても、うん、速攻行く予定だった。あ、そうなの。うん、お、今日やっぱ違うね。うん、もう行きたいからね。さあ、どんどん行っちゃいましょうか。新宿を消していただいて、はい、消しました。そして、まあでも今23区のど真ん中ですから、どこ行ってもね。どこ行ってもいい。比較的、うん。ただ、俺が目指すのは、はい、どこですか？中野です。あ、はい、いいね。中野です。サンプラザですか。ルーレットタイム。さあ、ということで、中野めがけて、もう中野ルーレットスタート。お願いします。中野来い。これ本当俺もお願い。ね、本当に中野、多分2、3キロだから来い。チョイス。チョイス！さあ！チョイスということで。ちょっと待ってください。もう一回行ったら帰れないんで、はい、冷静にチョイスした方がいいですよ。その、今、中野中野ってなってますけど、はい、もしかしたら、サンシャインの方が近いかもしれない、リアルな。それはどうなんですか？調べていいんですか？ダメでーす。中野にしましょう。いいですか？じゃあ中野で。中野で、いいです。中野で。はい。じゃあ、後で僕が栃木のサンシャインを僕たちで調べとくんで。3.9。おー。まあ、じゃあ4、3か。4でしょ。3かける6か18分かじゃあ。いや4でしょ。24分。はい。中野区、中野サンプラザまで。はい。レッツランニング。ランニング。はい、いってらっしゃい。行きますぞ。はい。
マジで全然だ、半分以上行ってんだ。から20分で来れるんだね、走って。相当早いですね。3、壊れてる。ブン、ま、ブン、ま、ブン。そんな力入れてないけど。狙いは今中野ですけど、はいはいはい、狙いはどこですか。あの家帰ります。杉並です。南、家帰ります。ルーレットタイム、ルーレットスタート。お願いします。杉並で家に帰りましょう。家に帰りましょう。杉並区です。おお、ありがとうございます。マジで、ありがとうございます。杉並区です。え、あれ、あ、何その感じ。インフィニティシューティングギャラクシーウォーです。自宅はまで何キロですか。6キロです。近いね。ありがとうございます。もう残ってないからだいぶ近いですね。今日やばくない、うん、でももう日の入りまでね、ちょっとやばいよ。早く行かないと。行こう。早く行かないと。行こう。もう休まなくていいの？え、もういい、休んでもいいよ。もうだって家帰れるんだもん。もうじゃあ。家帰れるんだもん。はい。中野サンプラザから、はい、杉並区の、はい、ご自宅まで、はい、レッツランニング。はい、どうぞ。行ってらっしゃい。どっち？どちら方向？まずあっちか。あっちだろ？行ってきます。家でしょ？なんで迷うの？終了です。帰りたかった。帰りたいんだよ。帰って終わりだわ。じゃあ、はい、今回は初ブーストも使い、はい、葛飾区、虎さん、うん、そして荒川区、夕焼け段々、夕焼け段々行ったね。新宿、うん、都庁、うん、そして中野サンプラザで、今杉並区の自宅途中。まあ一番住んでんじゃないですか、うん、過去最長。あ、でも過去最長の距離ではないんだよ。達成感あります、すごく。僕、はい、じゃあ次回に向けてちょっと意気込みを言ってください。次回で終わります。Subscribe to my channel and sign up.